無人民泊のイケメンホストの顔を生で拝めると期待しているゲストの人はいないですよね。はい、アメリカで野垂れ死に寸前の最底辺の場です。まあ、無人民泊の、民泊代行メール、まあ、ゴーストライターみたいな仕事ですけども、まあ、それの、まあ、違和感の一つにですね、まあ、誰が見ても分かるようなこうすごいイケメンとか美人の写真を使ってる人とかいたんですよ。まあそりゃ無人民泊だったら、お互いホストとゲストが勝ち合うってことはまあないですよね。そのセルフチェックインセルフチェックアウトの場合、まあ、中には、まあまあ、民泊の面白さって、まあ、どのぐらい、まあ、どんな風に、まあ、ホストしてホスティングしたいかっていうのは、まあ、いろんな人がいるんでね、まあ、例えば無人民泊だけども最初と最後だけは鍵は直接手渡しするとか、まあ、そう直接手渡しに、まあ、こだわっている方もいれば、あ、もう完全にもう無人でやりたいっていう人もいるんで、まあ、いろんな、まあ、スペクトラムというかあると思うんですけども、で、まあ、私は神奈川県出身なんですけども、まあ、その、まあ、私に対して、まあ、賃金未払いしているのは、まあ、大阪特区の、まあ、業者なんですね。で、その写真とか見て、この人もすごいイケメン、あの人もすごいイケメンで、時々美人の人もいる。で、そのイケメンの中に、こう、一目見て、こう、ハーフ、まあ、いわゆる半分白人で半分っていうか、まあ多分日本の場合、日本にいるハーフの人って多分お父さんが白人、まあアメリカ人とかで、でお母さんが日本人っていう、そういうペアが多いと思うんですけども、まあそういういわゆるハーフの写真とかあって、でまあ私神奈川県なんでね、神奈川県でハーフって言って真っ先に思い浮かぶのって、まあ、いわゆる、まあ、米軍基地ですよね。で、大阪っていくら日本第二の都市といえど米軍基地とかなかったはずで、ハーフの人そんなにいっぱいいるのかなとかっても思ったんですよ。だけどそうこうしてるうちに、まあ、私趣味で好きで、ヤフーチー袋だったかな、なんだろう、なんちゃら相談室とかそういうのよく見るんですけども、でそこで同じ写真が使われてたんですよ、そのイケメンのハーフの人の写真が。で、まあ私何でも信じちゃうんでね、まあその人もホストとなんちゃら人生相談、まあ、両方ともやってたかもしれないですけども、まあそれとも本当に素材フリーの写真なのかどうだか分かんないですけども、で、まあ私無人民泊あんまり好きじゃないんですけども、まあ、賛同してるわけじゃないですけど、まあ同じ民泊だし需要があるんならまあしょうがないよねっていう感じの気持ちでいるんですね。まあ、私自身は家主同居型の民泊ホストなんですけども、まあまあ、無人民泊の方が、まあ、ホスティングするのは有利というか人気があるのはまあ当然なんですよ。それは誰だってホストがいないところで気を使わず好き放題とか、まあ、やりたいじゃないですか。その、ラブホー代わりに使ったりとか、まあ犯罪を起こすんだって家にホストがいるんじゃやりにくいと思うんですよね。ってことで、まあ、無人民泊は、まあ、人数もたくさん収容できるし、まあ、強制収容できるし、まあ、得というか有利だなっていうのは分かってるんですけども、でその私みたいな不細工な人間にしてみたら、
その無人民泊だからってその美男美女の写真をどっかから借りてきて使うのってずるいよとかって思うんですよ。で、あの Airbnb とか Booking.com の、 あのヘビーユーザーの方ならば、あの無人民泊といえども、あの時々そのホストの方に会うことがたまにあるとは思うんですよ。そのホストの方がこだわりがあって鍵だけは直接渡すとか、まあそれでもあの自分の友達とか家族とかに頼んでる場合もあるかもしれないですけども、で、まあうちに来たゲストの人も、あの東京に泊まった時はホストの人に最初と最後会ったよとかって言ってたんでね。で、あのまあ私そのより良いホストになるためにと思って、あれこれ説明会、勉強会、交流会とか、まあ、あのリアルで参加したこともあるし、そのオンラインでも参加したことあるんですけども、まあ、私が Airbnb のホスト始めたのが、約6年、もう7年前になるのか、もう年が変わったから。でその時あの、まあ、ベテランっていうか、あのまあ、たくさんホストしてる人のページとか見て、まあ、参考にしたりとかしたんですけども、なんかあの写真がなんかこれあの、まあ、私なんかもう50近くの年寄りなんですけども、こういう素敵な写真だったら、若い人だったらあの出会い系のあのサイトの写真とかにも使えるんじゃないとかっていう、そういう人とかも結構いたんですよね。まあ、 あの7年前の話ですけども。であのオンライン、まあ、Facebook とかでホストの勉強会とか見ても、まあ美男美女多いんですかね、無人民泊で。あの、まあ、もし美人とかイケメンの人があの家主同居型のホストとかしたら、ちょっと気持ち悪い思いするのかなとか、ちょっとそういうこと想像するんですよ。あの多分美人だったらその家主同居型のホストしたくないだろうし、なんかこう美人っていうのは常にあの、まあ、ちょっと心配しなきゃいけないじゃないですか。でそれイケメンの人も多分同じことが言えると思うんですよね。あのまあ、女の人が泊まり来て、でそのイケメンのことを好きになったりとか、そうしたら多分その美男美女はうざいとか思うんでしょうよね。なので、うん、であとあの、まあ、私心理学とか全然勉強したことないんですけども、まあ、例えばあの、まあ、メンタリストの大吾さんとか、そういう人だったらもっと詳しくちゃんと説明できると思うんですけども、まあ、お金持ちの方が美男美女が多いですよね、やっぱりね。まあ、あのお母さんが美人で玉の輿乗ったとか、あと、まあ、お金の力であれこれおしゃれができるとか、なんやらで、まあ、残念ながらね、美男美女の方がお金持ちだと思うし、でこの間あのクオーラダイジェストとか読んでたら、あの、まあ一流大学には何気に美男美女が多い、あの芸能人顔とかちょっと そういう分かりやすい美男美女っていうのではなくて、多分こう顔立ちの整った知的で整った人っていうか、そういうことじゃないかなみたいにも思うんですけど、顔写真とか見てもやっぱりなんかこう、顔写真を見たら何でしょう、まあ高貴な顔立ちの人とか、まあ、多いなって私も思ったんですよ。まあ私も自分と違うタイプの人を見るとなんかあの、まあ、本当に印象に残るんですよね。でまあ何でしょうね、あの一般論とかジェネラリゼーションとかって、まあ、あの
まあ、正しいものの言い方じゃないかもしれませんけども、まあ私としてはね、多分、うん、その無人民泊の方がホストが美男美女だなと思うんですよ。まあ、そのフリー素材使ってるからとかじゃない、まあ、それもあ、じゃあ意味ないじゃないかって感じしますけど、まあ、あとは自分が美男美女だったら自分の空き家に人泊めるの心配でしょうからね。でもしも美男美女の方がお金を持っている可能性が高いとしたら、まあ、自分の住んでいる場所以外にも、まあ、物件を持ってたり、まあ、物件でプロパティ持ってるっていう可能性だってあるんでね。で、まあ民泊で旅行する人、ホストのプロフの写真が、まあ、美男美女だからといって、まさかね、その美男美女さんが会ってくださるとは、まあ、期待してないとは思いますけれども、まあ、そうですね、私そもそも美男美女には、まあ、はい、嫉妬してます。まあ、なぜなら私がブサイクだから。で、あと、まあ、同居型よりも、家主同居型よりも無人民泊の方がやっぱり人気があるんでね。まあ、そりゃ旅行者が好き放題できるんでね。ということで、二重の意味で、はい、嫉妬しております。ってことで、まあ、ホストの写真が美男美女だからと思って期待して旅行して、あれ、鍵の受け渡しだけでもの時だけでも生で顔を拝みたかったなっていう、そういう、まあ、ゲストの方いたら、まあ、ちょっとそれは残念でしたと思います。はい、ということでね、まあ、自分の顔写真使いましょうよ。その無人民泊のホストさんたち、もう私みたいなブサイクでも自分の写真、顔写真使ってるんだからって感じがします。はい、では失礼いたしました。